さて、ホームゲームエンディングセレモニーに先立ちまして、今シーズンクラブもコロナウイルスと戦い、本日無事ホーム最終戦を終えることができました。これもひとえに最前線で戦う医療従事者の皆様のおかげです。今もなおコロナウイルスと戦う医療従事者の皆様に心より敬意と感謝を表します。またクラブではクラブパートナーである株式会社中部衛生検査センター様に PCR 検査の迅速なご対応やアドバイスなどのサポートをいただき、円滑な競技運営に多大なるご尽力を賜りました。心より敬意と感謝を表します。中部衛生検査センター様、ありがとうございました。どうぞ来シーズンもサポートをよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。いつもエスパルスを応援いただき誠にありがとうございます。また今日はホーム最終戦、大変寒い中最後まで観戦いただき、最後まで熱い声援をいただき本当にありがとうございます。今シーズンは社長、GM、監督三役が交代し、リフレームのスローガンのもと、また新たなサッカースタイルにチャレンジしたシーズンでした。しかしながらファン、サポーターの皆さんの期待を大きく裏切る結果となり、大変申し訳なく思います。皆様にお詫びしたいと思います。私自身大変悔しいシーズンでした。今シーズンはコロナ禍の中、皆様にも大変制約の多い、また不自由な対応をお願いいたしました。その中でも皆さん心よくご理解ご協力いただき、大変感謝いたします。おかげさまで今シーズンコロナ感染者出すことなくこのシーズンを終える見込みです。そしてまたこのコロナの影響でのクラブ経営が厳しい中、クラブ支援ということでシーズンシートの払い戻しを辞退され、クラブに寄付いただきました。また多くの皆様から励ましのお言葉、ご支援を賜りましたこと、この場を借りて厚く御礼申し上げます。皆様の清水エスパルスを愛する熱い思い、そして今日のこの悔しさ、これをバネにして来シーズンこそは必ずや飛躍の年にすべくここに誓いたいと思います。まだまだコロナウイルス感染予断を許さない状況であります。ぜひ皆さんも健康には十分ご留意いただき、また来年このアイスタで再び元気な顔で再会できますことを心よりお祈りしております。今シーズン本当にありがとうございました。ありがとうございました。続きまして清水エスパルス監督平岡博明よりご挨拶をさせていただきます。まずはじめに、平日寒い夜にもかかわらずご来場いただきありがとうございます。またご来場できなかったファン、サポーターの皆様、クラブパートナーの皆様、そしてエスパルスに関わるすべての皆様、今年1年ありがとうございました。今シーズンはイレギュラーな年で非常に難しい
シーズンでした。皆様の期待に応えられる順位ではありません。私自身強いエスパルスを取り戻すために戦う集団、タフな集団、それをこの1ヶ月半選手たちに求めてきました。多少変わったと言ってくださる方もいます。しかしまだまだ彼らはできると思ってます。そのポテンシャルがあると私は信じています。今年まだ残り試合あります。最後までチーム一丸となって勝利を目指し、そして皆様方に笑顔を見せられるように頑張っていきたいと思います。ぜひ最後までサポートよろしくお願いいたします。そして最後に年末のご多忙の時期ですが、皆様くれぐれもご自愛くださいますようお祈り申し上げております。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんばんは。今年大変な世の中になって、皆さんの生活の中でサッカーが本当に必要なのか、エスパルスは本当に必要なのかという状況になったと思います。それでも変わらず応援し続けてくれるファン、サポーター、エスパルスを支え続けてくれるパートナーの皆さんには本当に感謝しかありません。ありがとうございます。その感謝を僕たちは今年プレーと結果で示すことが全くできませんでした。本当に不甲斐ないですし悔しいです。まあ、それでもまた来年この気持ちとまた皆さんの生きる活力だったり感動を少しでも届けられるように戦い続けますので、ぜひ一緒に戦っていただければと思います。1年間ありがとうございました。では吉本和則引退セレモニー、ただいまより今シーズンをもちまして現役を引退します吉本和則選手の引退セレモニーを行います。まずはこのようなセレモニーを開いていただいた島田エスパルス関係者の皆様ありがとうございます。本当に幸せです。また寒い中残ってくれている皆さん、ダゾーンで見てくれている皆さん、今年で引退することにしました。僕は FC 東京の下部組織で育ちましたが、プロになってから、下部組織の選手たちの目標や憧れになれるように、そして自分が所属するチームを強く愛されるチームになれるように自分がチームを愛してきました。いろんなところでサッカーを楽しむと耳にしますが、僕にとってサッカーが楽しいときは試合に勝ったときでした。試合に勝って、やばい、ちょっと待ってください。すいません。みんなと喜んでいるとき、最高の瞬間でした。またその喜びを何倍にもしてくれたのはサポーターの皆さんです。やばい、声やばい、すいません。
引退発表してからたくさんエスパースに来てくれてありがとうというコメントをもらいました。本当にこのチームで来れて、このチームで引退できることを誇りに思います。残ったチームメイトやチームの方たちがこれからさらに誇りにのチームにしてくれることを信じていますので、皆さんこれからも熱く一緒に戦ってください。最後になりますが、どんな辛い時も一緒に戦ってくれた今まで一緒にプレーした選手、いろいろ教えてくれた指導者の方、チーム関係者の皆様、一緒に戦ってくれたサポーターの皆様、そして全然試合に出てなくて苦しい時から支えてくれた妻と、生まれてきてくれた息子と娘、今でも助けてもらってばっかりですが、ここまで育ててくれてたくさんのものを与えてくれた両親、何でも話せる弟をはじめとする家族に感謝させていただき、引退の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。吉本選手、ありがとうございました。ではここでご家族から花束の贈呈です。さあ、それでは吉本選手の新たな旅立ちは、彼の名をここ愛知さんにとどろかせていきましょう。背番号4ディフェンダー、熱きディフェンスしてほしい、吉本勝則。